はい、どうも、かずいちです。今日なんですけども、ナンパ企画やっていきたいと思います。普通にナンパしても成功しないんで、インタビュー形式でやっていきたいと思います。質問内容はですね、僕にキスかビンタかキツキックどれならできますか。これでいきましょうか。それではやっていこう。いただきました。渋谷の美女限定で聞いております。質問なんですけども、僕にキスかビンタか、ケツキックだったら、三択だったらどれならできますか？私したいのはケツキックかな。めっちゃそれしたかった。そっちですか。ケツキック人気？ケツキックしたい。じゃあいいですか、やってもらって。いいんですか、逆に。吹っ飛んじゃいそう。結構吹っ飛んじゃいそうなんだけど。あ、全然いいですよ。なんかすごい吹っ飛んじゃいそう。あ、全然お願いします。マジで、やばい。大丈夫なの？大丈夫なの。歩けなくなるんじゃない？歩けなくなるよ。生活に支障出るんじゃない？出そう。出そう。心配。こう見えて M なんですよ。M なのは見てわかるよ。あ、わかります。M なのはわかるよ。意外とこう、まあ、S っぽく 見られるんですけど、今日意外と M なんです。はい、結構そのまま M っぽい。あ、確かに。まあ、結構大丈夫なんですよ。そのまんま M だよ、数は。マジですか？結構なんか、ね、S っぽく見られるんですけどね。そうなんだ。はい。いじめたことないでしょ、女の子。優しそう。うん、優しそう。じゃあ本当にケツキックしてもらいましょうか。兄ちゃん行くんだ。どちらか、ビニーさんどちらかケツキックお願いします。はい。そっちでいいよ。いきます。本当に？はい。すごい。やっていい？そんな助走作るんですか？大丈夫？めっちゃ、いいっすよ。あ、リュックは？いいの？めっちゃ本気じゃん。めっちゃいいの？めっちゃ本気じゃん。必殺。これやばいね。怖っ。お願いします。お願いします。行きます。はい。絶対痛かった。ね、絶対痛かった。普通になんか足でしたね。確かに足でしたね。痛かったよね、今のリアクションが。ちょっとね、やっぱリアクションが。あと、お尻が良かったんですけど、ちょっと足でした。足痛いでしょ。足痛いですね。足絶対痛いよね。本当に痛いよね。お姉さんの足めっちゃいい足。ありがとうございます。筋肉ありそうな足してて、気持ちよかった。気持ちよかったですね。気持ちよかった。っ今後も結構今後も蹴られたいんで、あと LINE だけ交換してもらえませんか？そういうこと。そういうこと、はい、そういうことか。そういうことか。そういうことか。今後も毎日蹴られて、ちょっとこのきっかけか。そういう YouTube、 こういうことですか？こういうことですか？そういう YouTube。 皆さんに蹴られたら幸福度も上がるんで。こういうきっかけは成功何人ですか？そうですね。成功ですか？今までもないですね。あ、ちょっと成功あるように見えますか？見えない。見えない。だから初の成功相手になってください。はい、成功相手。それはダメだね。蹴りがいがなかったもんね。ちょっと蹴りがいがない。リアクションがないから。そうだね。あ、リアクション薄かった。マジか。リアクション薄かったね。蹴ってくれるかって。ああ。蹴られゾンだね。板ゾン。単なる蹴られゾンじゃん。本当もう引いてますね、結構痛みも。絶対痛かった。そうでもないです、今。本当によく耐えてくれました。あと今後もちょっとしてもらいたいんで、あとラインだけお願いできます。リアクション鍛えてから今後もちょっとリアクション勉強したいんで、ちょっと LINE だけ。ここはやっぱ次回もし会えたらそれがいいね。次回ですね。次回に行きたいです。次に行きたい。明日じゃ最後にお願いします。の大陰神美女限定で聞いております。質問なんですけど、僕にキスかビンタかケツキックどれかするとしたらどれができますか？ビンタ。あ、ビンタいいですか？ちなみにキスはダメですか？ダメです。あ、ダメ。濃厚接触じゃないですか？濃厚接触。一個だけ提案なんですけど、マスクの上からでもダメですか？ダメです。マスク同士ダメですか？マスク同士ロマンチックじゃないですか？マスク同士。あ、本ですか？マスク越しのチューダメですか？じゃあここはじゃあビンタでお願いします。はい。結構思いっきりですか？はい、結構本気でやってください。そっちの方がやっぱ絵になるんで。こう見えて
本気でやっても大丈夫です。僕よく S って言われ見えるんですけど、M なんですよ実は。いや M でしょ。いや M でしょ。これ S に見られがちなんですけど。そうなんですね。M なんですよ。お姉さんは M ですよ。いや絶対 M でしょ。S M って何ですか。あのいじめるのが好きかいじめられるのが好きかってことです。どっちも好きです。あどっちも好きですよ、ね。両方両方使える。あでも一番いいですねでも。あ本当ですか。はい。じゃあすいません、本気のビンタだからお願いします、はい、本気でしてください。リアクション取るんで吹っ飛ぶぐらいして、本気でカーンってぶつかるぐらい本気でして、はい、なんか申し訳ないです、はい、いや大丈夫です。大丈夫です。彼はそんな、はい、そんな、はい、本気で本気で、本気で、はい、わかりました。はい、いいよ、思い出になるから本気でやって思い出、あの、人のストレスをぶつけていただければ人の子になるんだけど、はい、大丈夫です、はい、行きます、じゃあ、はい、はい、いやすごい、すごいね、これすごいいや、すごいありますかね、これすごいね、だってほ赤くなってたもんね。ほっぺついてますかね。すごいね。あれこれ、日本よ、ちょ見て触ってみて、これやばくないこれやばくない。え、ちょ、鼻血鼻血出てませんか。ウケるんだけど、これやば漫画み漫画みたいになってる本当に漫画みたいだけど、すごい。ほっぺなくないですか。よかった、ありがとうございます。大丈夫ですか。ちょ見て、本当にすごいね。手形、手形、手形、手形本当についてる、すげえ。え、マジですか。はい、って言っちゃいます。すごい、すごいですね。これは大丈夫です。結構あの好きなんですよね、叩かれるの。あ、そうなんですね。こうお姉さんに毎日叩かれたいんで、LINE だけ交換してもらえませんか。Twitter なら。え、ちょっといいんですか。 Twitter なら。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあいたします。の大変身、渋谷の美女限定で聞いております。質問なんですけども、僕にあのキスかビンタか、なんだっけ、尻ケツキック3択でどれならできますか。どれもできないです。どれもできない。どれもできない。どれもできない。特に今一押しなのはキスなんですよ。え、大丈夫。ちょっと僕アメリカ出身で、あの結構挨拶なんですよ、キスは。で、ダメですか。ビンタとかもダメですか。ビンタは、ビンタ、はい、いやでもちょっと恥ずかしい、無理。え、なんで、なんで、え無理。え、ビンタダメ。いや、そう、違う。いや本気のビンタをしてほしいんですよ、はい、絵になるんで。え、やだやだ。え、なんでなんで。え、待って待ってください。やっぱ無理です。こう見えて M なんですよ。え、大丈夫。 S っぽく見えるんですけど M なんですよ。え、やば。あのすごいあのお姉さんのタイプなんで。大丈夫。 LINE だけ交換してもらえませんか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。仕事は OK ですか。あ、違う。あ、そっちか。そっちか。ダメか。すいません。それはやっぱカズくんが気持ち悪いから無理ってことなんで、さあ、じゃあ彼は気持ち悪いカズくん締めてください。せーの。なに？なに？これだけやってもらいます。さあ、締めましょう。もうの、はい、渋谷の美女限定で聞いております質問なんですけれども、僕にあのビンタかキスか、ケツキックだったら、逃げない、一気に逃げたけど、三択でどれならできますかっていう質問なんです。ビンタ、ビンタかキスかケツキック、ケツキック。まあ一押しはキスなんですけど、逃げないで。あの、あれ、ソーシャルあれもあるんでマスク越しでもいいんで、はい。ビンタ。ビンタ。じゃあもう本当に動画映えするんで、はい、もう本気の本気の殺すぐらいのビンタしてください。もう動画映えした方がいいんで、殺すぐらいのビンタしてください。はい、お願いします。え、怒らないんですか。え、怒らないですよ。彼も YouTuber なんで本気、動画映えが一番大事なんです。こう見えて M なんですよ。 M なんです。今 S っぽく見えるんですけど M なんですよね。はい、ビンタお願いします。お願いします。やった方がいいんですよ。どうしたんですか。やった方がいいですよ。いいよ。ビンタ、まあ、ケツキックでもいいですけど、本気のビンタしていいよ。すいません。え、でもまだ本気じゃないでしょ。まだ本気じゃないでしょ。
まだ本気じゃないですよ。いやいいよ、本気大丈夫大丈夫。さっきビンタされて、もう本当こうヘアカットするぐらいビンタされたから、そんぐらいの、そんぐらいの本気でしてよかった。本気ちょっと耳が、耳キーンなんだったら、耳はダメ、耳はダメだけど、耳近かったですね、今。もう一回して。いや、ちょっともう一回して、もう一回して。追いビン、追いビンタして。こっちならいいですけど、はい。ほら、いやいや、していいよ、本気のビンタ。で、こっちなら、はい、大丈夫です。もう大丈夫かな、じゃあ。分かりました、じゃあちょっと、すごい叩かれるの好きなんで、ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか。ちょっといや、すごい首振ってるけど。ちょっと毎日叩いてほしくて、はい。LINE の代わりにビンタしてます。無理です。どの辺がダメでしたかね。どの辺が…どの辺とかはないけど。え、OK ですか。知らない質問。でも、結構喋っても仲良くなったじゃないですか。すごい笑ってる、すごい笑ってるけど。死ぬ、あ、でもすごい笑ってるけど。ビンタしてくれる方好きなんで、お姉さんを、ちょっと…LINE 交換してもらえませんか。すごい真顔になってる。誰ですか。無理なんだよ、カズマ。無理なんだよ。キモいですか。キモいから無理なんだって。もう終わってください。彼は無理ということで、の LINE 渋谷の美女限定で聞いております。質問なんですけども、僕にビンタかケツキックかキスか3択ならどれならできますか。え、何でもできます。え、キス OK ですか。全然。え、マジですか。マスク越しなら何でも。え、いいですか。いや、嘘でしょ。いや、俺さ、嘘だよ。それいいからそんなしなくて。嘘でしょ。全然何でも OK。 ありがとうございます。どういう神経してんの。ありがとうございます。え、口です。嫌でしょ、嫌でしょ。いや、マスク越しなら全然いいんです。マジかよ。ありがとうございます。じゃあして。恥ずかしい。やった。やだ、抜けろ。いや、絶対に断られて、はい、ビンタかケツキックっていうのが流れだと思ったんですけど。まさか。この流れでも普通にしますか。じゃあ。いや、あ、それはないです。キスで OK。 いや、本当やばいね。ありがとうございます。めちゃくちゃタイプなんで。でもよく言われますよね。別に今度お姉さんと一緒に高級イタリアンサイゼリア行きたいんで、LINE だけ交換してもらえませんか。いや、ちょっと大丈夫です。そこはダメ。LINE やってないんです。そこはダメなの。それはダメなんだ。キスはいいのに。それはキスはいいのに。キスはいいのに LINE ダメなんだ。あー、え、ちょっと待って、本当のお願いしていい。これ本当にピエン系のお姉さんキリだから。ピエン系だってすごい、その可愛いから。俺はちょっと冗談できて、この撮影と公私混同になっちゃうんだけど、本当に LINE ちょっと俺もらっていいかな。冗談できる。いや、別にいいですけど。需要ないっす。ダメなんですか。あ、別にいいっすよ。あ、いいっすか。やった。LINE 需要なくないっすか。いや、ありますよ。じゃあ、とりあえずもうこれで生かしてみましょう。はい、生かしてみましょう。はい、撮ってます。LINE シーン。やってきました。なんとね、可愛いピエン系から、キス間接的にできて、で、番毛もできたんで、これはもう、すごいですね。大金星。はい、というわけで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と、グッドボタン、バッドボタン、批判コメント、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。あと、9月5日18時から24時まで、新宿岸バーにてオフ会やるので、皆さんぜひ来てください。では。